紙版画の手法を使って段ボールや紐など違う素材で版を作ってみましょう。まず段ボールをちぎり取って大まかな形を作ります。ハサミで切ったり並べたりして生き物のイメージを作っていきます。剥がしたところは凸凹の形に移ります。大体の形が決まってきたら糊で貼っていきます。木工用ボンドを使っても構いません。動きが出るように手や足の向きを考えて貼っていきましょう。全体に糊をつけて台紙の上に貼り付けます。ここに細かいパーツを貼っていきます。曲げながら貼ることもできます。歯や爪など細かいパーツを貼っていきます。目のところは二重三重に麻糸や毛糸を使うと面白い効果が出ます。版が出来上がったらここにニスを塗ります。ニスに色がついていると塗ったところと塗っていないところがよくわかります。乾いてから大体の形に沿って切り抜きます。版ができたらここにインクをつけます。ローラーでゆっくりと一方通行にインクをつけてください。インクがついたらそれをすり紙の上に裏返しに置きます。その上からいらない紙を乗せて体重をかけて、ダンスを踊るようにクイックイッと踏みます。そうしてそーっと剥がし取ると映りました。版図は右左逆向きに映ります。今度は大きな紙に刷ってみましょう。まず大きな紙にローラーで模様や色をつけておきます。ここでは木の葉を置いて草原のイメージにしてみました。そこに先ほど作った版を向き、ずらしたり置く場所を変えたりして刷っていきます。こんな感じに仕上がりました。版の色を変えて刷っても面白いです。黒でのインクをつける前にこれはしてみてください。並べ方を変えると全然違った作品になります。一つの版からいろいろな作品を作って楽しんでみてください。